こんにちは、山口清さんと中美子です。最近ね、ベッドシーンからお送りすることが多くなってるんですけれども、私気づいたのよ。ベッドの上でオープニング撮るのが一番素でみんなと話せる。ただ楽したい、ただくつろぎたい、そういう意味でベッドの上で撮ってるわけじゃなくって、口と口、言葉と言葉ではなく心と心で話す。それがうちのチャンネルのモットーです。こんにちは、山口健さん、田中美香です。今日はゆうちゃんと2人でね、近所でしっぽり飲むんですけれども、飲みに行く前の Get Ready With Me を撮りたいと思います。ヒェーイ、ワーン、ドゥン。おい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 、お前ら、みかんさんのおとりで全ての家電、全ての家具、私にひれ伏せ、そして自分自ら朽ちろ。私の通る道すべてが灰色になっていく。人は誰もが夢を持ち、野望を抱き、私の中の野望、それは世界征服。将来の夢は世界征服ってことで、ゲットレイトウィズミー撮っていきます。だいたいメイクするときは、もうメイクするものを全部うわーって並べておいてからするタイプなの。そっちの方がね、なんか早い。だってね、ほんとね、時間ないっちゃないんですよ。あと1時間後、あ、もう全然ある。めっちゃあるな。めっちゃあるな。うわー、こんなもんですね。これでフルメイクします。もう毎日メイクであらかた紹介したので、今日は別にベラベラ喋ることはないんですけれども、テンションが高いので。君にぴったりのミュージック、素晴らしきミュージック、よく噛んで最後の一口まで、おえおえお、その手を止めるなよ。こうやって体温を上げて化粧水が浸透しやすいようにしていきます。これがいつもの日課です。ゲットレディウィズミーって何するんだ。いた。ワンワン。いった。眼球に下地塗ってたわ。さ、カラコンとかさ、した方がいいのかな。ユーチューバーなんだし。ユーチューバーでなんか裸眼の人ってあんまいない気がするんだけど、気のせい。もっと美にね、貪欲になった方がいいのかな。美容にお金使ってもいいのかな。服とかにお金使わない分、それどこに使ってんのって言われたら、食に使ってですよ。トンネさん今ダイエットしてるでしょ。だから別にどこにお金使っても使うとこないんですよ。自分磨きにお金使おうかなと思って、最近ね、眉毛サロンとまつ毛サロン行ってるんですよ。ちょっとごめんね、なんかごめんなさいね、女出しちゃってこのチャンネルで。自眉でこれだよ。めっちゃ良くない？まあ、結構私昔から眉毛生やしてたタイプなんで、剃って描き足す系の眉毛だとすっぴんとメイク後の顔が違ってくるなって思うので、私はね、眉毛生やしてる方が好きなので、自分でやってもやってもらってもその眉毛整えるだけなんか同じだろうと思ったんですけど、マジで全然違うくって、本当に行ってよかったなって思ってる。まつ毛は別に行かなくていいなと思うし、私みたいに本当に上がらない人とか、まつ毛が短い人、私は必要性を感じてるけど、でもまあ上がる人、まつ毛が長い人とか、そこのお前、まつげお前長いんだろどうせ、そういう人は別に行かなくていいと思いますけど、でも眉毛は損はない。一回だけ行ってみ。眉毛の描き方とか教えてくれるし、整えてもらった眉毛を自分で写メで撮って、次整える時はこの形にしようって整えることもできるしさ、一回行くだけで得るものはいっぱいあるなって。私が行ってるとか下関駅のとこ、ナイサロンなんちゃらってとこに行ってるんですけど、もし近い人いたら行ってみてください。スクのパウダーおすすめなんですけど、一粒一粒にオイルがまとってるらしくって、ツヤ肌にしたい人とかはめっちゃおすすめ。うわっ、鼻筋すごいできてる。やっぱハイライトって偉大だよね。なんだかな、最近なんか悩みがなくて悩みですってぐらい本当に充実していて、最近ね、見て iPhone12、 あ、すごい、iPhone12 Pro を買いました。3年半ぐらい使ってて、めちゃめちゃ充電の減りが早くて、外にいる時とかも仕事の連絡とかこう返さないといけないこととかある時に、充電ないからやばいやばいってもう焦っちゃうぐらい、思い切ってね、新しいやつに変えてみました。てか電くない、15万ぐらいしたよ。まあ、でも一括で払うわけじゃないから、4年分割らしくって、毎年正直月々の払う額っていうのはそんな変わらなくって、最初ね、もう15万払うのかと思ってこれってね、必死な顔してね、こうやって山田電機って、ね、言ったんですけど、
改善とかに関してはもうストレスフリーなんだけど、顔認証だからもうマスクしてるからね、全然顔認証してくれないよ。毎回打ち込んでる。マスクの顔でここだけで認証できんもんかね。やりすぎた気がするな。てかさ、ゲットレディミズミーなのにさ、メイクするときはほんと黙っちゃうのよ私。だからね、ゲットレディミズミーとか動画自体がまず向いてないわけですよ。こんなんしながらね、喋れるわけないんだから、ごめんなさいね、黙ります。ああ、私は何が一番楽しいかって、酒飲みながら動画撮るのが一番楽しい世界で。何よりの娯楽。もう仕事として撮らんじゃない。てか YouTuber ってまず仕事なの。動画撮って遊んでるだけですからね。遊びをちょっとだけ真面目に考えてやってみたぐらいですよね。仕事って言わないと、結構携帯とかで仕事の返事とか返したりとか、友達とご飯に行ってる時だって仕事の返事が来るわけで、仕事の返事って物によってはこう、早く返さないといけない時だってあるわけじゃない。そういう時もなんか友達と遊んでるのにこうやって携帯をいじって長々と、そういう時に、ごめん仕事の連絡っていう方が言いやすいというか。マジで嫌なんよ私。私週1でバスケに通ってるんですけど、その時も仕事の連絡が来てて、返したら、うわって言われて、なんか、今いじんなよみたいな感じで言う。違うのにってなったことはある。私の周りがね、もう仕事終わったら終わり、みたいな、その仕事の連絡が来るなんてことあんまりないわけですよ。だからこうね、何で友達とどういうのいじっちゃうのみたいになっちゃうんだと思うんですよ。私マジでいじらんからね、携帯。とかこの携帯変えるときに、あ、田中さん携帯使わないタイプなんですね、みたいな。私めっちゃ使うけどって思ったけど、家でしか使わないんだよ。友達といるときは本当に携帯いじらないので、通信量がマジでめちゃめちゃドアマリしてるわけですよ。だからといってさ、あ、なんか仕事の連絡とか言ってます、なんか YouTuber アピールみたいなさ考えすぎかな。だからといってね、別に友達が私の前で携帯をめっちゃいじってても全然なんとも思わない。だから私もリア友、私が携帯をいじってても大体は仕事の連絡なので、こいつとか思わないで。髪の毛巻かなきゃ。ちょっとやばい気がしてきたね。時間がねえぞ。あ、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 時間がないよ。いいよ、そうそう。まん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 。最近なんか唇をくっきり縁取っちゃうと老けて見えるっていうのを聞いたので、最近はちょっとだけ若干こうグラデっぽい、若干ね。え、ゲットレディミズミーってなんだっけ。結構尺長いよね。これちゃんと尺長くなってる。あんま喋ってないんだよね、メイクしてるとき。てかメイクしてるときに喋りながら、ベラベラ喋りながらするのがゲットレディミズミーだって言ってんのに、私は何の、これ何の動画、何だ。ただショップの世界征服してなんかこう盛り上がって歌って酒飲んだだけじゃないかな。何の動画よこれ。 YouTube 向いてないんじゃないのお前。でもこのチャンネルは大体なんかこう企画を撮ったとしても、結局なんかこう本末って何の動画だろうってなることが多いので、多分それをみんなね承知の上で見てると思うんで、まあ問題ないかなと。時間ない時は本巻きして、約束があったりすると余裕持って起きたりするのよ。余裕持って準備始めたりするんだけど、余裕あるわと思ってこうゆったりゆったり準備してたら、気づいたらね時間がなくなってる。もうそのわけこの身かな。ちょっとあ、ここだけ急いでる時はね、ここを若干こうやって巻いて、外巻きに巻いて、あ、やってますみたいな雰囲気。ここだけ巻いたりしますね。もうちょっと時間あるかな。こういう風になんとなく大事な体にジューってなるとこでした。こうやってね、こういう感じで、こうやってね、よよよよよよよ、なんかこうやってる風になるので、で、ここの辺を若干取ってこっちに持ってきたりするとそれっぽくなるんだよ。ここにトップにボリュームが出て、ちょっと前髪あっちで巻こう。ちょ、あっちで巻こうとか言って、やっぱビビッと来てるよ、君のイメージ金木犀よ、ハレルヤ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 。完成しました。よいしょ。髪の毛とかめっちゃもう適当なんですけど、様になったかな思います。やばい、行ってきます。もう時間がないので、ぽいぽい。あ、最後おしゃれに終わっとこう。あ、はっ。